へい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 みんなおはよう5時37分なんだけどちょっと気づいたこと話しておきますビットコインポジション持ってる方に聞いてほしいあのアルトコインも同じだけどえ恐、ー、数が今上にゾーンって上がってきてるから冷やしでねマックリーがゴールデンクロスしてる、うん、RSI も下つけて 三尊みたいな形作ってさ今上に来てるのよこれ、うん、ちょっとさ気をつけてほしいねあの一個前の動画でさっき上げた動画でさ上目線赤いところまで行くよってビットコイン言ったんだけど、うん、けどこれはちょっと気になる、うん、ただここ何回も押されてるとこだからさ、うん、ただそこを今挑戦しに行ってる、うん、そういう感じ なのでこれがガーンって上がってくるとビットコインも株価も落ちるから、うん、それだけはちょっと覚えておいてはいということでちょっとビットコインもついでに見てこうはいビットコインは冷やしここね、うん、あ抜けれないね高値だから、うん、まだ1回目だしねまあここで1回つけてるって判断できるといえばまあできるんだけどこれで1ならここで二だからさ まあここじゃ抜けれないよねあのこれさっきも一応説明してるんだけどさちょっと細かい時間見とこうはいえー、すごくいいです形的にはね悪くない本当にだからただこの、うん、あの直近の最高値、うん、が今鉄板になってるからさ、うん、どうだろうねすぐは抜けるかどうかって感じかな 1>, 1回つけてからもう1回あのトライして、うん、落とす、うん、リテストしてまた落とす、うん、そして上がるみたいなイメージなんだけどねただあのビッグス指数にかかってるって感じそれも、うん、そういうところがあるねはいなので1時間で見ようかまず冷やしをさこの上でさ確定できるのかって話あと3時間あるからね この水緑色の、うん、線より上で3時間を確定してるか、うん、ここが大事一つ目のポイントはっていうのはまあ俺の見方だからさ皆さんの考え優先して1時間、うん、やっぱりここで変、うん、われてるね変われてるんだけどこう来てこう来てどうだろうなこの高値だから あ抜けるかなやっぱ。さだビックスが気になるなやっぱ。落とす、押し目作って、もう一回、もうここまで落ちるかもしれないしね。赤までいって、いや赤までいかねえな、どうだろう。もう一回ここ試すじゃないですか。うん、リテスト、リテスト、うん、で、落とされて、上抜け、うん。って感じかな。 123だねうん123そういうイメージだね、うん、ただビックス指数が気になるっていう本当にちょっとイーサリアムを見とこうはいイーサリアムの1時間ああ来てるねやっぱ、うん、あのもう一回来るよこれさっき説明した話は123で終わってるかもしれないんだけどもう一回ねこれ下げてくる可能性あるよって うんだからあのこっちが本命なのよこうがう。でこういってこう,うんそういう感じイメージ的にはあのメインシナリオ下付け上であのここね切ってくる可能性あるからねこここの休め切ってきて跳ね返るって感じうんそういうイメージだからまあ心配しなんでいいと思うけど。 うん、ただ切るっていうことだけあのよく見といてほしい切らないかもしれないけど切る方がメインだから一応自分的にはねはいなので、えー、ただ私の考えなのであくまでも仮説です本当に皆さんはいなのであの自分の考えあのメインでやってほしいねあくまでも俺の考えだからこれははいということでイーサリアムはまあここから上がれなかったっていうことだから、うん、こっちが本命だから うん、っていうことでビッグス指導が気になる。うん、はいということで、まあ、ポジション理覚する人は理覚して挑戦する人は挑戦して握る人は握ってくださいはい。ということで失礼します。